ザ・ラボニアン・コンフェデレーション・イン・セ1260ショーイング・ザ・バトル・オブ・ザウラニア・シュジェウレイ・ザウレの戦いまたはシャウレンの戦いドイツ語シュラハト・フォン・スコランまたはサウレスの戦いとラトビア議会は9月22日をバルト団結の日に定めた1202年リガにおいてバルト地方を征服しバルト人をキリスト教に改修させることを目的として 体験騎士団が設立された。1230年代までに、フォルクビン率いる騎士団は、財政の悪化、人員の減少、そして名声や、評価の下落に苦しんでいた。騎士団は、エストニア人を保護しようとする教皇グレゴリウス9世や、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世と対立していた。しかし1236年2月19日、グレゴリウス9世が、 強行直射を発して、リトアニアへの十字軍を発令した。フォルクビンは、ジェマイティア人に目標を定め、バルト海沿岸を征服し、ドイツ騎士団が支配するプロイセントリクロで、接続しようと試みた。しかし一方で、騎士団の基本的な戦略は、ダウガバ側に沿って、領土拡張を続けていくことであり、サモギティアに侵攻するのはそこまで、気の進むものではなかった。 1236年秋、ホルシュタインから十字軍への参加を志願する人々が到来し、異教徒との戦いに連れて行くよう要求した。フォルクビンは、プスコフ共和国軍、リーブ人、ラトガレ人、エストニア人を含む大規模な軍勢を招集した。騎士団はジェマイティアへ南下し、村々を略奪破壊しながら進軍した。原住民は、 抵抗するために数日しか用意する暇を与えられなかった。しかし騎士団が北への帰路に着いた時、彼らは渡過中に、ジェマイティア人の大規模な軍勢と遭遇した。沼地で馬から降りるのを嫌がった、ホルシュタイン人たちは下馬戦闘を拒否し、野営地を築いて、夜を越す、よう騎士団に敷いた。翌朝、聖マウリティウスの日、ジェマイティア交尾キンタス率いる、 異京都の本軍が騎士団の野営地を襲撃した。鈍重な騎士団の重機兵は、リトアニア系騎兵が投敵してくる投げ槍により、大損害をかを被った。さらに沼がちな地形も、軽装備の異京都軍に有利に働いた。フォルクビンを、はじめ多くの十字軍兵が戦死したことで、騎士団軍に混乱が生じた。騎士団に従っていた、現地民の軽負兵たちはすぐさま戦場から逃走した。 リーガに逃げ帰ろうとした十字軍や騎士たちも全無がれ、人により打ち取られた。戦闘が行われた場所ははっきりとは分かっていない。ヘルマン・ホンバルトベルゲのリボーニア年代記によれば、戦闘はテロム・ソリオラムで行われた。伝統的に、この場所は、 リトアニアのシャウレイもしくは南ラトビアのベクソル村に当てはめられている1965年、ドイツの歴史家フリードリヒ・ベニング・ホーフェンは、リトアニアのヨニシュキスにあるジャウニュー内村を戦場とした。この説には、学術的な証拠が付け加えられていき、2010年には、リトアニア政府がジャウニュー内に29メートルの日、時計、いて、オーク公園を記念碑として建設した。 その東方1 0トルにあるパメシス村も古戦場という主張を行っている。ザウレという言葉はラトビア語でもリトアニア語でも太陽を意味する。ありがとうございます。